ウィリアム・ジョン・バーンズは、アメリカ合衆国の探偵、作家。アメリカのシャーロック・ホームズと呼ばれ、メアリー・フェイガン殺人事件で、レオ・フランクの無実を調査したことを及び1921年8月22日から1924年5月10日まで、捜査局長官を務めたことで有名である。彼は、メリーランド州ボルチモア生まれで、オハイオ州、コロンバスで教育を受けた。 若い頃、バーンズは、シークレットサービスのエージェントとして働き、現在は、セキュリタス・セキュリティ・サービス・ USA の一部である、ウィリアム・ J ・バーンズ・ディティクティブ・エージェンシーを運営し、その評判を高めた。探偵としての添付の能力と宣伝の本能との組み合わせは、バーンズを国民的な人物にした。彼の功績は、全国ニュース、ニューヨークの新聞のゴシップ欄、 探偵誌のページに掲載され、彼は、彼の功績に基づいて、真の犯罪の話についての著作を出版した。バーンズは1880年に、アニー・エム・レッスラーと結婚した。夫妻には6人の子供がいた。バーンズの息子、レーモンド・ジェイとウィリアム・シャーマンも、ウィリアム・ジェイ・バーンズ・ディテクティブ・エージェンシーの探偵として、働いた。 ロサンゼルス市は1910年10月1日に発生したロサンゼルスタイムズ爆破事件の犯人を捕まえるためにバーンズを雇った。バーンズの息子レーモンドとデトロイトを呼び、シカゴ警察の警官はジム・マクナマラとオーティ・マクマニガルを4月14日に逮捕した。ジョン・マクナマラはその月の後半にインディアナポリスで逮捕された。マクナマラ兄弟は ロサンゼルスに引き渡されて、爆破において、殺人の罪を認めた。バーンズは、捜査局を指揮する資格があると認められ、ウォーレン・ハーディング内閣の、ハリー・エム・ドーハティ司法長官とも友人であった。バーンズは1921年8月22日に、捜査局長官に就任した。捜査局長官の職にあっても、彼は引き続きバーンズ・ディティクティブ・エージェンシーを運営した。 バーンズの下で、捜査局は1920年に1127人の職員から1923年の600人まで、その規模を縮小した。ドーハティ司法長官の要請によりバーンズは、モンタナ州選出上院議員トーマス・ J オルシュの犯罪の証拠を調査するための職員を送った。調査は、実際には報復の口実であった。 ウォルシュ議員はドーハティの友人であり、内閣のメンバーでもあるアルバート・ビー・フォールナイム長官が認可した石ユリースに反対していた。バーンズはその後、司法省の書類を議会調査官に引き渡すことを拒否し、議会調査官は捜査局の調査を始めた。捜査局の不法行為に関する上院聴聞会の報道はマスコミによって熱心に取り上げられ、ドーハティ、 バーンズスキャンダ新聞編集者を脅かすような不器用な試みは世論と議会に反発を引き起こした。バーンズは1924年にハーラン・エフ・ストーン司法長官の要請により辞職を余儀なくされ、1924年5月10日にジョン・エドガー・フーバーが暫定的に地位を引き継いだ。バーンズは民間企業に会場油田を 秘密裏にリースすることというティーポットドーム事件に間接的に関与した。バーンズはバーンズディティクティブエージェンシーから引退した後フロリダに移り長年の経歴に基づいて探偵物やミステリー小説を執筆した。彼は1932年4月にフロリダ州サラソータで心臓発作で死去した。テレビミニシリーズ70年目の審判ザ・マーダー・オブ メアリー・フェーガンでバーンズの役を俳優のポール・ドゥーリーが演じた。ありがとうございます。